この巨大カボチャ、SNS でも話題になってたやつだよ。おお、確かにすごいな。おとぎ話のかぼちゃの馬車も作れそうなくらい大きいぞ。ふふ <laughs> ほんとだね。さて、私も早速一枚取っちゃおっと。このミニタワーもとっても素敵だね。うん、いいね。なんかちょっと雪だるまみたいかも。 もかちゃんは隣に売ってるかぼちゃパンが気になりますな。むむ、パンプキンパイも美味しそう。ハロウィンイベントって、こういう賑やかなところとホラーっぽいのがあるけど、こっちに来てよかった。おやおやひーちゃん、そんなこと言っていいのかなえどうして もしかすると、ハロウィンのお化けもヒーちゃんみたいに賑にやかなところが好きで集まってきてるかもよ。もうせっかく楽しいイベントなのに、怖いこと言わないでよもうか、あんまり怖がらせるなって。まあ、ひまりは怖がりすぎな気もするけどな。だね。余計なこと考えないで楽しめばいいのに。 ででもでも、ほら私たち、本物のお化け見たことうなんか違う話しよっかそそういう話してると本当にやってきちゃうっていうもんねだだなえっ、ー、と何か面白そうなものはもうモカが変なこと言うから妙な空気になっちゃったじゃん ごめんごめん。さすがにモカちゃんも反省しまーす。